はい、はい、今日はですね、やっぱり4月23日がですよ。はい、ですね。はい、はい、吉彦さんの、そうですね、衣笠さんの3回忌ですね、はい、そうですね、はい。やっぱりこう、ここでやっぱり衣笠さんを語ってほしいなと、うん、まあ一番最初に銀座連れてくれたのも衣笠さんですからね。はい、はい、いますよね。はい、吉彦さんにとってまずどんな方だったんですか。まあ優しかったね、すごい。ただ野球にはもうまっすぐだったからね。うん、ので挨拶もこうみんなにしてくれたからね。衣笠さんはね、なんだろう、いい兄貴分だったかな、その当時は。うん、まあいろんな思い出が多分たくさんあると思うんですけど、うん、まあ、野球もそうですけど、プライベートがまず銀座に連れて行っていただいた人じゃないですか、最初。うん、他にもありましたか。たくさんあると思うんですけど、俺デッドボール食らってそういうことがあったからね。うん、で頭に食らってちょっと怖くなった時あって、はい、で衣笠さんに呼ばれて、吉井君はボールが怖かったら野球なんかやめてしまえって言われて、それがやっぱし一番印象深いかな。強烈な言葉ですよね。うん、で大好きだったから怖いわけよ。はい、そうですよね。うん、だから大好きな人に言われるとすごい怖いから、やっぱボールが怖くなくなったよね、それで。ああ、逆にですね。うん、あの衣笠さんの方が怖かった、マジで。怒られる怖さじゃなくて好きだから怖いってことですよね、吉彦さんに。そう、だからそれでボールが怖くなくなって、また野球を普通にできるようになったのかな。人みんなそうだと思うよ、俺。うん、嫌いな人にね、正直言って言われてもはいは言うけど、はい、ここには響かないし、そうですよね、何とも思わないもんね。はい、と思う。俺は特にそうだからね。うん、本当そうですよね。やっぱコーチもそうなのかな。コーチ業を長いことやらせてもらったけど、それとも勉強になったかな。うん、やっぱし選手に信頼性なかったら、まず選手なんか言うこと聞いてくれないからね。そうですね、同じ話してもダメだからね。はい、まあ、そういうの一緒に野球ずっとやってたからね。最初ファーストやってるからサードで、サードやってて、最キャッチャーで入団されたんですよね。キャッチャーでサード行って、はい、また守備範囲がね狭いのよ。もうね、衣笠さんね、あのライン性すごい強いのよ。はい、ライン。ライン際は。ライン際はですね。まあ、三遊間、お前に任せたような雰囲気なんよ。なるほど。うん。まあ、でもその分、吉本さんね、守備範囲良かったんで。まあ、三遊間は、ま、はい、わかりました。任せてくださいと。もう、そんな感じだったね。なんか楽しく行くやつさ。背番号28番だったんですね。そうそう、28番。鉄人28号で。それって、鉄人っていうあだ名なんですね。なのかな、なんかそんな風に聞いてますよ。でも俺入った時もう3番だったかな。まあフルスイングすごい。フルスイングですよね。うん、であとやっぱ野球を教わったかな。ワンアウトサードなんかでも自分が5番か6番打ってても、はい、セーフティーバントしたりとかね、打点数で勝ったりとか、はい、打つだけじゃないっていうのを教わったかな。連続試合でずっと世界2位ですかね、今は。今でプケ抜かれてね。はい、うん、すごかったですよね。だって骨折しても出るんだもん。どういうことですかね。左肩骨折して、はい、デッドボールで代打出たんだよな。はいはい、代打出て普通にこう簡単に三振するかなと思ったら、うん、フルスイングやから3球すごいですね。3球三振だけど、はい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 、フルスイング打つことより振ることがメインやもんね。そうしか見えんかったもん。でもすごかったな。でもな、痛さには強かったね。だから言われたのは、痛い痛い言うなって言ったもんね。痛いの分かっときゃ、痛いのは俺と監督、俺たちとかしとけばいいだろうっていうこと言われたもんね。だから俺たち、だからあの頃カープのレギュラー連中って痛いって言わないもんね。言えないですよね。試合に出る出ないは監督が決めるんで、はい、そういうことがあったな。よそのチームの選手、なんかの理由で休んだら、いいなぁ、こいつら、そんなんで休めるんかとかさ、あった。やっぱありましたか。あった。で、衣笠さんって肉しか食べないよ、本当に。へぇ、肉がメインなんよ。アメリカの血が入ってるんですよね。クォーターやね。あ、クォーターですか。クォーター、うん、衣笠さんは。でも野球は楽しかったなぁ、いつも。なんだかんだ言って歴代ホームラン7位ですよね。すっげえ面白い人なんよ。OB 戦で一緒でしたよね。一緒だったね。はい、難しいですね。変わらんね。まあそういう、いろんな思い出があるな。ずっとやっぱし十何年一緒に
やらせてもらったからね。そうですよね、うん、江夏さん、衣川さん、さんってもう吉彦さんには必ず上がってくる言葉ですもんね。だね、うん、もう3年なんだね。3年ですね。まああの頃の野球ってみんな面白かったな。小葉監督しかりそう、衣川さんしかりそう、甲子さんしかりそう、江夏さんしかりそうだね、仁ちゃん、水谷さんとかさ、はい、大下剛さんとか、はい、水沼さんとかみんなレギュラーの人いた、はい、三村さんもいたけど、はい、考えたらさ、はい、あん中に入ったらさ、はい、モテるわな。モテますよね。強烈ですよね、軍団が。強烈すぎだもん。ちょ、恐ろしいぐらいありますよね。本当に、はい、みんな無名こんなのさ、そうですね、パンチパンまでセカンドバックやん。夏のさ移動着ったらさ、移動スーツって上下白やん。白ですよね。カープなんで白だったんですか。知らんよ本当に。でみんな金のネックレスでしょ。そうそう、ペンはめて、うん、確かにね、おじさん軍団やったな。うん、さモテるの当たり前ですよ。いや、もう全国でしたね。でもあのカープが強かったですよね。強かった本当に。衣川さんと甲斐さん、はい、この二人がやれっこいんだわ。痛いって言わないから二人とも。あ、そうなんですね。うん、甲斐さんも腰悪かったのよ。あ、そうなんですか。うん、でも強烈でしたね、あの時代。まあ本当にね、大変でしたよ。日本シリーズでも面白かったですね。面白かったね。うん、やっぱりカープファンの人たちは今でも言いますよね、あの頃の試合を知ってる人たちは。ちょっと違う、あの西鉄がノブシ軍団だったやんか、うんうん、広島はその近いものがあったね。近いですよね、うん、あの違った意味の派手さが、うん、迫力満点って言いますかね。みんな職人が揃った感じだったな、1番から9番まで。誰かが誰かと仲、特別に仲いいとかそういうことはなかったって言いますね。仲悪かったから、みんな。だんだん仲悪いのに野球強かったんやろ。みんなやっぱり自分自身が強かったんですね。そうそう、あのね、俺は俺仕事すると、うん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 、お前はお前ちゃんと仕事してくれと、うん、いう感じだったね。あのお手でつないではないね。まあでも確かに強かったな。まあでも楽しく上の方で野球やってんじゃないかな。上でね、うん、キンさん、そうですね、休まずに連続試合やってるかもしんないですね。うん、本当にね、なんだろう、江夏の21球の時にですよ、うん、衣笠さんが話しに行ったわけじゃないですか。言っとくけどね、俺あの時にそんな話の内容なんか知らんからね。知らないですか。うん、で江夏さんムッとしてるからね。もうそれをなだめに行ったんですかね。吉彦のこと怒らんでやってくれとか。俺のことじゃないわよこの時に北別府と池谷さんがさ作りに行ったんや、あの、うん、交代でですね。でこれが監督からしたら延長を考えなきゃいけないよな。でも江夏さんは俺が最後やろうと、ピッチャーだろうと。そうですね。それでもうへそ曲げたわけよ。ああ。で、すごいのは衣笠さん気づいてるんよね。で、衣笠さんマウンド行って、はい、お前の気持ち分かると、俺も一緒にやめてやるからと言ってるんよね。おお、すごいですね。すごい、ま、だからそういうとこが見えてんだよね。若き日吉彦はやっぱまだ全然見えてない、飛んでくるな飛んでくるなの時ですもんね。当たり前じゃない、ノーアウト満塁で飛んでくるしか思ってないで、マウンド行って集まった時にスクイーズがあるって話したらしいんよ、マウンドで、はい、全然覚えてませんよ。本当にもう22じゃないかな。そうですよね、22歳ですから。マウンド集まっただけですよ、僕は。で、帰って思ってたのはボールが飛んでくるなとしか思ってないからね。そうですよね。飛んできたらあのエラーする自信はあったね。取る自信じゃなくてエラーする自信があった。まあそれでエラーしないんだったらライナーぐらいやな。あ、まあそうですね、うん、フライでもちょっと不安がありますよね。フライは大丈夫。あの頃フライは上手だったから。あ、上手です。フライは大丈夫。あ、もう地面につかなかったら大丈夫。大丈夫。地面についたら自信はなかった。あ、地面についたらどっか投げない関係ですね。いや、まあ、取らなかったよ。まずね。そうそう。はい。まあ、3回期ということで。ですね。3回期か。3回期。はい。はい、まあ。ですね、うん。そういう面ではもうあっという間やね。そうですね。うん、心の中に衣笠さんはいつもいますもんね。まあそう、どっちかというとずっとそうよね。そうですね、うん、また来年語りましょう。うん、よろしくお願いします。その時ね、はい、またね、はい、そうですね、はい、一回本当に江夏さんと一緒にですね。あ、いいですよ。衣笠さんを、うん、やりたいですね、うん、この間江夏さんに電話して YouTube OK 出ましたんで、はい、ちょっと近いうち、はい、皆さんも。わしは東京に行こうと行かんからなって、ね、うん、東京に行きましょうじゃあ、はいはい、コロナ落ち着いて、はい、ね、ということです。はい、はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録
いいねをお願いします。本日もありがとうございました。それではゲームセット、次回もよろぴこ。